レゴシティの建設重機シリーズはもう本当に完成度が高いので、これは本当に買ってよかったなって思います。皆さんこんにちは、ジェイソールゴブルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴシティ黄色のショベルカーです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の夏に発売されたレゴシティです。ずっと前からレゴシティで建設車両のシリーズなかなか出なかったんですけど、今年の夏にリニューアルされて発売されました。めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、外箱はこのようになっていて、写真見る感じだとおそらく解体工事の最中なんじゃないかなって思います。いや、このショベルカーめっちゃくちゃかっこいいですよね。確かショベルカーのセット最後に出たのって7、8年前なんじゃないかなって思います。はい、箱の後ろはこのようになっております。こちらの定価は7980円で、ピース数は633個です。ではこちらのレゴシティ黄色のショベルカーを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。いや、このショベルカーめっちゃくちゃかっこいいですね。ちなみに全部組み立てるのにかかった時間は1時間30分ぐらいで完成しました。このショベルカーには小さいパーツやテクニックパーツが多く使われていたんですけど、意外と作りやすかったです。では今からこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成、黄色のショベルカーです。いやー、もうこれはもう最高っすね。いやー、もうこれをねずっと待ってました。あのレゴシティでこういった建設車両のシリーズってあんま出なくて、僕が確か高校生に発売された解体工事シリーズで全然出なかったんですけど、まあだいたい7、8年の時を経て今年に復活した時はめちゃくちゃ嬉しかったです。ちなみにシール自体はそんなに多くなかったので、だいたい1分以内で貼りました。いや、これは同時期に発売されたクレーン車めっちゃ欲しくなりましたね。これ2台並べたらめちゃくちゃ最高になりますね。まずはこちらのショベルカーについてくるミニフィグとアクセサリーについて説明します。ミニフィグは全部で3体で、この2人が現場作業員で、こちらが設計士です。一応設計士とは言ってるんですけど、もしかしたら現場監督なのかもしれませんね。で、あとは産業廃棄物のがれきとガードフェンスが2つついております。まずガードフェンスと産業廃棄物のブロックを並べるとこのようになっていて、安全フェンスについては少ないパーツでよく作られてると思います。ちなみに日本だと黒と黄色で、海外だと白と赤になっております。そして産業廃棄物のがれきはこのようになっていて、全部で3パーツで、レンガパーツってなかなか手に入らないので、こういった感じでレンガパーツ手に入るの結構いいなって思います。はい、続いてはミニフィグを見ましょう。まずこちらが設計士です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。右手には工事図面を持っていて、ちなみにこの工事図面はレゴシティのアイスクリームショップになっております。こういった感じで他のレゴシティとつながりがあるのが結構面白いと思います。ちなみに図面はこのようになっていて、これ縮尺1分の1なはずないですよねこれぐらいの図面だったら縮尺多分50分の1か25分の1になるんじゃないかなって思います。で、あとこういうのもあれなんですけど、工事図面については結構割と大雑把ですね。実際の工事図面だったら割とびっしり書いているんですけど、今回は結構大雑把なものになっております。で、さらにこの設計士のミニフィグにはヘアパーツが付いていますので、このように取り付けることができます。はい、続いてはこちらの現場作業員のおじさんです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。両手にはブレーカーを持っています。ちなみにブレーカーを取り外すとこのようになっていて、作業着はサスペンダー仕様になっております。はい、そして最後はこちらの女性の作業員です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。こちらの作業員にはトランシーバーを持っていて、で、さらにこの作業員にはこちらの人工内耳がついております。例えば最近レゴシティのバーガートラックで人工内耳がついたミニフィグがありましたよね。こういった感じでミニフィグに多様性があるのも結構素晴らしいと思います。
はい、続いてはこちらのショベルカーを見ましょう。いや、やっぱ何度見てもこのショベルカーめちゃくちゃかっこいいですよね。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになっております。ショベルカーについて山吹色がベースになっていて、差し色に黒色や灰色が使われております。では近くで見ましょう。まずこちらがショベル部分です。ショベルのバケット部分なんですけど、結構よく作られております。上はこのようになっていて、テクニックパーツが結構使われていて、あと箱の時点で気になったのがこんなパーツですね。このパーツは、一気にホースパーツなんじゃないかなって思ってたんですけど、こんな感じの軟質パーツになっております。そしてクレーンの横にこちらに 80T って書かれております。これはメーカーのロゴだと思うんですけど、結構面白いなって思います。続いて操縦席はこのようになっていて、操縦席は結構よく作られていますね。でハッチを開くとこのように簡単に開くことができて、内部はこのようになっております。ここはレバーになっております。ちなみに反対側はこのようになっております。続いてキャタピラ部分はこのようになっていて、キャタピラについてはレゴ忍者号の合体メカスーツについてくる全のメカスーツのキャタピラ部分と構造は大体似てますね。はい、そして後ろはこのようになっていて、この部分はクリアのカーブパーツになっております。ではこちらのショベルカーの稼働範囲について説明します。まずショベルのバケット部分がこのように稼働することができます。ちなみにこれ稼働するとテクニックの軸がこのように伸縮するのが結構面白いなって思います。で上部もバケット同様にこのように動かすことができます。続いてこの部分は固定になっているので動きません。で、クレーンの根元もこのように稼働させることができます。で、クレーンを動かすとテクニックの軸はこのように伸縮します。続いてこの部分がこのようにパカッと開いて、中にエンジンが入っております。ちなみにエンジンはこのように簡単に取り外すことができます。キャタピラがついてますので、このように転がし走行で遊べます。このキャタピラの走行音がめちゃくちゃかっこいいです。では操縦席に作業員のミニフィグを座らせたいと思います。ちなみに座らせ方はいつも通りです。パーツをつければ、はい、こんな感じです。あ、そうそう、言い忘れてたんですけど、クレーンの根元からこのように360度ぐるっと一回転させることができます。ちなみに回転の軸はボールジョイントになっております。付属のミニフィグと小道具でこのように瓦礫を拾う場面も再現することができます。何度も言ってるんですけど、レゴシティの建設重機シリーズはもう本当に完成度が高いので、これは本当に買ってよかったなって思います。はい、レゴシティ黄色のショベルカーはこんな感じです。はい、ということでレゴシティ黄色のショベルカーを組み立ててレビューしてみました。まずこのショベルカー自体が結構大きくて、実際のショベルカーに近いように作られているのがとても素晴らしいと思いました。レゴシティでこういった建設車両のシリーズってあんま出なかったんで、僕はこれ作ってめちゃくちゃ楽しいと思いました。もし可能だったら色違いバージョンも欲しいなって思いました。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。